木星は12年で太陽を一周している。直径が地球の11倍もあり、質量は地球の300倍、体積は1000倍を超える。しかし地表には固体があるかどうかわからない。あるとすれば液体水素のドロドロした中心部に金属化した水素があるのかもしれない。最上層の雲はアンモニアが渦巻き、その層の厚さは何千キロにも達している。